大家的话时间有没关系吗？我们先看一下正中间的媒体记者朋友。今天风雨有一点大，让他们整理一下这仪容。啊，きれいですね。急だったので晴れてたので朝は前にも台湾に来たことがあってその時も雨が降ったり止んだりしてるのは分かってはいたんですけどもあまりの土砂降りにびっくりしたんですけどさっきも言ったんですけど歓迎の雨ということでポジティブに捉えさせていただきましたありがとうございますありがとうございます大雨に降られてびしょ濡れでなんか部下とホテルでみたいな作品は撮りました。